コンジャパンにご覧の皆さん、あのご来場の皆さんありがとうございます、こちらでトークショースタートしていただきたいと思います。今井さんどこ行ったんですかね。なんかいつもとちょっと客層がちょっと変わりましたような気がしますけれども、気のせいですか。あのすいません、1点ちょっとご注意させていただきます。あの写真撮影 NG です。あの写真どうしても撮りたい方はですね、今のうちに脇坂重一を撮っていただければ。それでは始めていきたいと思います、今回はですね、ニュルブルクリック24時間耐久レースに出場する監督をお招きし、トークショーをスタートさせていただきたいと思います。私司会を務めます豊田ガズレーシングアンバサダー脇坂重一でございます。よろしくお願いいたします。ニュルブルクリック24時間ご存知ですか。ご存知って人いた。あ、大体知ってますか。知らない方もおられますんで、30分くらい使って僕がまずですね、ニュルの説明をさせていただきたいです。もうすぐ登場していただいた方がいいですか。登場していただいた方がいいですか。聞こえません。登場していただいた方がいいですか。それではゲストの皆さんに登場いただきましょう。まずはスバルテクニカインターナショナル辰巳英二監督、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、近藤レーシング近藤大吾監督。よろしくお願いします。以上のお二人をお迎えし、特徴をお伝えしたいと思いますが、忘れてるよ台本、さっき読んでたろ。ちょっと読んであげようか。世界の坂東正孝監督がこちらにお越しいただいていますので、皆さん温かい拍手をお迎えください。このステージはお二人ゲスト来ていただいてるから、もう、レーシングプロジェクト坂東、坂東監督です。よろしくお願いします。皆さんニュルブルク、あ、どうぞおかけください。皆さんニュルブルクリンク24時間でございます。20周のですね、座れ座れ、20周のですね、20キロのですね北コースと、あと5キロのグランプリコースをつないで、25キロのですねコースを、あの世界でですね一番過酷なレースと言われているレースですけれども、人材育成の目的でトヨタガズレーシングなんかはね参戦させていただいてますけれども、それぞれのあの監督メーカーがですね、ニュルに対してでどういうあの意義ですね参戦しているかということを聞いていきたいんですけれども、辰巳監督、スバル STI としては、ニュルに参戦されるという意義っていうのはどういうところにありますか。そうですね、もともとはですね、声入ってます。声入ってますか。大丈夫、大丈夫でございます。もともとはあの我々スバルの技術部門がやっぱりいい車を作りたい、そのためにヨーロッパの、ベンツであり、トヨタで、あ、トヨタさんもいたけど、メルセデスだったりポルシェだったり BMW だったりっていうメーカーが、実はニュルブルクリンクのコースを使って、その開発、生産者の開発にずっと使ってたんですね。でそれを見てて、いや、ここにやっぱり同じ土俵に乗らないとスバルとして生き残れないじゃないかということで、もう20年、25年ぐらい前からですかね、まあ、あのテストに出たし、テストに行くようになって、で見てるうちにそこでやってるレースがあるってことが分かって、うん、だったらここで我々コースもだいぶ慣れてきたし、はい、車を鍛えるのもあるし、人も鍛えられるんじゃないかということで、じゃあレースに出ちゃおう、うん、初期は本当にもう量産車にロールケースけたぐらいの、その本当に初歩的なレーシングカーとも言えないぐらいの車で、まあ、出だしたのが11年前ですかね、はい、あの皆さんですね、ニュルブルクリンク24時間というレースはご存知だと思うんですけれども、北コースですね、あそこを使って普段あの自動車メーカーですね、あの車の開発の場所としてやってですね、でそこにスバル STI さんとしても行かれてるところから、ま、レースしてることを知って、よりレースに出た方がいい、11年目の挑戦ということにお聞きしてます。そうですね、今年11年目ですかね。随分あの本当によちよち歩きからよくやってきたなっていう、はい、まあ、ファンの支援があって、まあ、ここまでよく続いたなっていう感じがしますね。あの STI さんが中心となって、ね、取り組まれるプロジェクターだと思うんですけれども、全国の販売店、スバルの販売店の方々から選抜されているメカニックの方々もニュルに連れて行かれると聞きました。そうなんですね、最初はあの自分たちだけでやろうとしてたんですけど、やってたんですけど、やっぱりどうやっても人材が十分じゃない会社の、うん、ちっちゃい会社のものですから、はい、でどうせだったらこれディーラーの方もメカニックの人も一緒にやった方が、やっぱりディーラーに来る
お客さんがね、はい、あんたテレビ出てたよねっていう人が、うん、まあ、増えた方が J スポーツに映ったりしますからね、やっぱ嬉しいし、お客さんも嬉しいだろうということで、うん、でディーラーのメカニックの人も一緒に、まあ、人材育成っていうほど奥がましくはないですけど、うん、一緒にやりましょうよっていう、スバル、はい、スバル全体でやりましょうっていう動きに、まあ、徐々に今なってきてる。で今まで8人のメカニックの人いてもらってたんですけど、今働き方改革なんかでその24時間働かしちゃいけないっていう風になってきて、はい、ここでですね、今年から10人に、あ、増えてですね、10人に増やした、はい、今年は増やします、働く時間を分けてる。でもね、メカニックの方に前、去年僕行かせていただいた時聞いたんですけれども、 STI さんとのプロジェクトってクラス優勝が十分狙えるポジションにいるじゃないですか。そこで優勝なんかできたらものすごく普段の業務にも自信がつくって聞きましたですけれども、そうね、やっぱり本人たちのモチベーションにもつながるし、今ね、実はトヨタ日産さんぐらいかな、デーラーメカニックを集めるのにあんまり苦労してないの。デーラーメカニックって本当に今ね、はい、あ、一般の、そのいわゆる販売店が人材をこう確保するのに苦労するってことですか。大変らしい、はい、それで、まあ、スバルとしても、うん、やっぱりディーラーメカニックの人をそういう、 こう世界で戦えるところに連れてってほしいっていう要望もあって、うん、はい、でそういうもあって今一緒にやってるんですね。あのスバル の、 ディーラーで働きたいって思う人を何ですか、増やす意味でレースニュール行けますよというのを、いつかは行けるかもしれないっていう、うん、だから優秀なメカニックをトヨタさんと日産さんに取られないうちに、はい、スバルも取りたいっていうのは当然あるわけですね。そういうことですか、人材育成の意味合いで言えば、近藤レーシング近藤監督、はい、ものすごく意識されて若者の育成をされてますね。今ちょっと近藤監督すごいですよね。 GT300 でしょ、GT500 ですよね、S タイ、ニュール、スーパータイプやらないです。あ、やらないですか、はい、あと SF、 あ、スーパーオメガ、そしたらもうほぼ近藤レーシングで最近もう牛耳り始めました。そんなことはないですよ、はい、そんなことはない。去年のニックの、はいはい、スーパーフォーミュラ最終戦、はい、素晴らしいです、ありがとうございます、はい、いやもう本当ありがとうございます。いや大変ですよ、やっぱりなんていうのかな、スポーツでチャンピオンになるっていうのはね、はい、野球でも例えばテニスでもゴルフでもね、チャンピオンになるじゃない、シリーズチャンピオン取るわけですよね。そうすると次の年やっぱり2連覇かかってくる、うん、2連覇かかってくるんだけど、じゃあ僕が今年2019年チャンピオン取れなかったとするじゃない、はい、3位で終わった、4位で終わったとなると、はい、やっぱチーム力が落ちたっていう判断になるんですね、はい、だからなんか初めてディフェンディングチャンピオンって言われるチャンピオンになったんだけど、果たしてチャンピオンになった方が良かったのかどうかって考えるプレッシャーもあったりとかして、うん、世の中のいろんな、まあ、ボクシングも含めていろんなチャンピオンってやっぱり大変なんだなっていうのを改めて思ったんで、またちょっとこう気合いを入れてね、今年は、まあスーパーフォーミュラーだけではなくね、いろんなところで、まあ、今ジュイチが言った人材育成なんかでいうと、うちはもう7年8年前ぐらいから日産自動車大学校っていう日産自動車がやってるメカニックを育てる大学校があるんですけど、そこと組んでレースをやってて、そうですよね、でスーパー耐久をやって、うちの応援に来たり、メカニックを手伝ったりとかするのが7年間で1万人卒業してたんですよ、はい、で1万人がその日産の全国の各ディーラーのメカニックになっていくわけですよね、うん、でその中でなんと今年、いや俺はメーカーのディーラーに行きたくないって、どうしたらいいんだって近藤レーシングに就職したいって言って一人うちに就職したやつがいるって直接直接、はい、でもね、それもありがたいことで、うん、結構やる気のある子が入ってきたりとかしてて、それでまあ、さっきのニュルの話で言えば、ニュルにやっぱり一般のディーラーのメカニックから選抜してニュル連れてってあげたりとか、あとは GT300 なんですけども、300はもうマイレースマイレース、いろんなサーキットに、6名ずつ、メカニックを呼んで、うん、実践を体験してもらおうと。やっぱりそうやって現場に呼んで体験するメカニックの方々が、ね、うん、実際ディーラーに勤めるとは思うんですけれども、うん、そういったやっぱり違いますよね。いやだから一般車を扱ってるメカニックは、プロフェッショナルのメカニックの人がレースカーを扱うわけだね、はい、
でもレースカーのプロフェッショナルかメカニックはじゃあ一般車扱えるかってそうじゃない。そうじゃないですね。やっぱ畑畑でやっぱり両方ともプロなんですよ、うん、だそういう意味ではこういろいろディスカッションしながらやるといい交流が生まれてくるっていうので、だから レースのメカニックやってる子は偉いわけじゃない、はい、だからディーラーの子が偉くないわけじゃない、うん、両方とも同じプロなんで、ただ学生は習わなきゃいけない部分も多い、うん、でも学生は大学校で机の上では勉強できないことをサーキットで教えてるっていう、うん、そんなスタンスですね。そういった意味では7年間コントレーシングとしてね、その人材育成、学生さんに対してやってきたプロジェクトっていうのが今年による初挑戦という部分では、はいはい、ものすごくそういった市販車開発 の、うん、あのいわゆるバーじゃないですか。そうですね。そこになることによってより意味が増してくるのかなというイメージを持ってますけれども、これはねやっぱり2年3年でこのプロジェクトがやっぱダメだなと思ってやめちゃったら何にも残んないで終わっちゃったんですね、うん、はい、でもまだ今まで続けて7年もやって今年8年目にあの GT300 にチャレンジするっていうところがまた生徒のモチベーションが上がってきてるんで、ただただなんか300に行こうっていう話じゃなくて、やっぱり全体のチームの全体のあと学校全体のモチベーションを上げるためにも GT に300に行ってよかったなっていう。だから GT はもう500と300とよく似たカラーリングの、まあ、全く一緒ですか。全く一緒です。全く一緒のカラーリングが2台あることによってものすごく存在感ありますし、そこで働いてる人たちがよりね連携を取れると、そういった意味では人材育成の、そうですね、まあ300に上がるっていうのはまたすごく大変だったんですけどね。でもまああの一つの GT という舞台で2台の車を走らせるっていうのはね、あの非常に責任感を感じてますし、はい、まあ、人材育成だけじゃなくてやっぱりリザルトも大事なんでね、うん、その辺は頑張っていきたいなと 思いますね、はいはい、あの坂東監督は今回こちらのステージに何しに来ていただいたあの今ニュルにあの STI としてコンドレーシングとして出場されてですね、僕は多分トヨタガズレーシングの元ニュル行ってますから、あの僕あのニュルという意味では近藤監督ちょっと先輩に当たりますので、ちょっとそこだけ立っていいかな先輩、はい、あのレース界縦社会バンド監督はニュル出られるんですか。え、いやニュルの監督トークショーなんですけど、あそうですよね、俺もちょっと時間早いんじゃないかなっていうの思ったんですよ、星野さんも舘さんもいないなと思って、それは違う監督トークショーで、これそうなんですか、ニュル出られるんですか。人材育成言ってましたよね、はい、うん、バンドとしてはですね、はい、あのどういった 名目というかあの意義合いがあってですね、これも人材育成、うん、まあ、僕自身が、うん、なってないからだからそういう部分で僕が向こうに行くことによって、はいはい、これまたね、あの敬語がね、うん、向こうに行くと U は U のままで行けるわけですよ。わかります？行けます。すいませんっていうのは言いますけど、はい、だからまず僕が敬語がね、日本で使えるようにそういう部分で僕自身をね、鍛えに行きたいなっていうのあるんですけど、まあ、あれですよ、ニュールの先輩先輩って言いますけど、僕実は25年、もっと前ですね、26年ぐらい前にニュール行ってるんですよ、はい、だから僕の先輩です実は今年はどんな体制で出るんですか。もう教えないですよ、もうそんな MC だったら全然教えない近藤さんの話聞いてください、いろいろとドライバーの結構ドライバーがどうだったか聞いてください、そじゃあ走ってないですから、ま、近藤監督すいません、ドライバーランナーアップを教えていただきたいんですけれども、ドライバーのニュルの、まあ、マイスターでいいんじゃないですかね、トム・コロネルが結構いいですあのちょっとあのリスキーな僕の友達なんですけど大親友なんですけど、いやあいつはあのまあ俺JP にしても、はい、ああいう猛獣調教慣れてるんで、まあ、トムにもいろいろ行ってすぐにガーンと行って、はい、とりあえずお前契約は1年ずつだからなって言ったら静かになりました、ね、トム・コロネルとあとは高星ですね、うちの500の高星、うん、はい、と、松田次男、うん、あとは藤井ですね、スーパー耐久でうちに乗ってた、はい、だからあの本当にこの4人がうまいコンビネーションでやってて、あのすごく良かったですね今回、はい、あの4時間のレースが切りで2時間半になっちゃったんですけど、はい、要するに事前レースの VNL レースですね、はい、開幕戦だったんで行ってきたんですけど、うん、要するにチームは、まあ、3スティントで行けるって言って3人のドライバーだったんだけど、うち4人 GTR に慣れてほしかったんで、まあ、今回成績じゃないと、うん、とにかく GTR がどんだけ走れるか、あと横浜タイヤさんとのデータをどんだけ取れるか、あとドライバーのちょっとしたこう恐怖感みたいなものをどれだけ取れるかっていうので、僕4人とも走らせたかったんで、うちはもう
成績重視じゃなくてフォースティーンと生かしたんですね、うん、はい、でもきっちり走ってきて、まあ、マシンも何のトラブルもなし、あのタイヤももちろんデータも全部取れて、でドライバー もう結構慣れてきたんで、今回行った開幕戦は本当に収穫ありましたね、うんうんうん、でもドライバー言ってました、ニュルって本当に怖いんだって。ただ、さてここからスタートしてコースに出た時に、日本でなんかレースに出るときちょっと気持ちが違うんです、はい、よしここから最初に25キロ行ってこようって気持ちになるらしくて、うん、気合が違うんだっていう、はいはい、だからドライバーのメンタルのトレーニングは、うん、ニュルで日本で走ってるドライバー、はい、ニュル来てあのメンテナンストレーニングになるから全員走らせてあげたいって言ってた、はい、僕なんかねめちゃ怖いって言ってた。ガズーでニュル行く時にあの家のドアを閉める時に、正直ここにもう一回帰ってこれるかなっていうのを多少想像しました。であの北コースってね20キロこう本当山の中の峠道走るんですけど、そこからグランプリコースの5キロに帰ってくるんですね。でそこのジョイントしてるところで心の中で、まあ、右線も使う時もありましたですけど、ただいまって言ってグランプリコースに帰ってきて、でグランプリコース5周5キロ走って、今度また北コースに入っていく時にあの無線で行ってきますとか心の中で行ってきますって言ってから行く、なんかちょっとそういうのにあれみたいですね、うん、似てるかもしれない。そうだからドライバーメンタル鍛えるには、はい、もうニュルはなんか最高らしいですね、はい、辰巳監督のところはどうですか。あのバンダム選手とかもニュルのマイスターだと思うんですけど、そのドライバーのメンタル的なことでなんか、いやそこはね、うん、山内井口より、はい、うん、カロロは長いですね。長いですよね。カロロはうちに乗る前に、うん、シロッコのワーゲンの、はい、ワークスに乗ってたので、うん、まあ、そういうのもあって、もともと彼がやっぱり一番そのニュルに明るい、はい、詳しいってことでドライバーにいろんなこう知識を与えたりやってましたけど、うん、やっぱりさすがに日本のスーパー GT 走ってる2人は時期やっぱり慣れ、あガズーさんで鍛えてくれてますもんね、井口は。はい、井口選手はガズーに。山内も本当に早かったですね、はい、あの馴染むのは。なんかね、STI さん、四駆リンク同社で走るじゃないですか、はいはいはい、なんか辰巳監督、ドライバーじゃないんで、でもちょっと聞きたいんですけど、はい、四駆の乗ってる時ってね、天候荒れると、よし、これでチャンスと思うんです。わかります。他の駆動の車が滑る中、四輪駆動ってものすごく安定しますから。でもニュル天候が崩れるとなった時によしと思うドライバーゼロなんです。危険なんで。でもスバルのドライバーどんなテンションですか。で、うん、多分ね、周りの車が、うん、言葉が悪いな、なんて言ったらいいかな、その言葉が何やったかもう一回聞きたいですけど、あのね、何でしたっけ、運転手がヘボに見えちゃう。あ、そのぐらい車が安定してるということ、うん、自分も全然行けるのに、うん、何してんだこの車、うん、ポルシェがこう尻振りながら例えば走ってるところをごめんって行けるんですって。さっきのだからスバルの車の一番その特性が分かりやすいところっていうところですよ ね、 そのぐらいこうあれいいのかなっていうぐらい行けちゃうって言ってましたね、うんうん、なんかね何年か前にねもう氷がバーッと降ってってみんながスピンしてもうね玉突き衝突みたいになってるところ、カルロ選手がその間を簡単にすり抜けていったっていう ね、あの時はね、実は帰ってきたのがカルロだけだったんですね、うん、そうですね。で誰も帰ってこられなくて登れなかった。登りで雪が積もって車がそれ以上進めなくなって本当に車が止まってカルロが帰ってきたんですね。で帰ってきてスタート見たら、次のスタート見たらうちのが一番になってると、うん、であれなんかの間違いだろこれってずーっと言ってたら、ずーっとそれから2時間ぐらいうちがトップ、はい、総合1位で、GT3 がみんな一周遅れになったんだよね。いや、ピットなんてね、わかんないです。ピットはね、ただ単に小雨やったんです。山の上で、氷降ってたんです。もうこんなでかい氷が降って積もって。で、みるみるね、あの映像で見てたら、道がね、どんどん白くなってきて、そこで車が登らなくたって止まってる中、スバルさんの車だけ進んで帰ってきたっていう。すごかったですよね。一周、うちがリードしちゃったことになっちゃったよね、はい。来年スバルにします。GTR も四駆どこにてんやがあるんですよ。GTR も四駆ありますよ、ね。よかった、TGR でも結構です。バント監督すいません、バント監督はすいません。どういう体勢で出られるか。ヘボなドライバーがね。ドライバーランナップはどういうドライナップ？教えないです。車はちょっと教えてください。レクサス。レクサスで、RCF で。2月に送ったんですよ。はい。途中でストームに遭いまして。これマジで。はい。届いてるは。日曜日に届いたんですよ、うん、それで間に合うんですか。間に合わない。いやでも本当
GT3 ということは RCF でよろしい。だ近藤さんのところにバンドってもしかしたらステッカー貼ってあるかもしれない。可能性とすればね、ちょっとだけあのスポンサーフィー払うんでって言って、でなんか近藤さんの横でずっとテレビに映ってたら、ね、あいつやったなと思ってください。露出は確保で、今年は多分 J スポーツの中継も近藤レーシングを中心してくるのかなみたいなところは、まあ、GT3 車両ですしね、そういった意味ではね、あのニュルの地でもやっぱり GTR というブランドでものすごく注目されると思いますけど、坂東監督もう一度聞かせていただきたいと思いますけれども、はいはいはい、車両は何を使って出られるんですか。だレクサスの RCF、はい、RCF これは一番上のクラスですよ。 GT3 そしたら近藤監督のライバルになりますよね。はい、ずっと言ってるんですそれは、はい、ドライバーはどんなラインナップで、はい、ドライバーラインナップを教えてくれ、これ次第で教えます、あの後ほど払わせていただきますスイカ使えますか。えドライバーラインナップを教えていただきたいなと思います。知らんの？え？ドライバーラインナップを教えてほしいんです。すごいなんか名前がややこしい人ばっかりだったんですよ、それはどういった経緯であの坂東がニュールに出るようになったんですか。出るようになった、うん、お金ですよ。お金を払えば、要はそのニュールに出てるチームと坂東とジョインをして、参戦する形になった。だからあの、うん、TMG さんも、はい、お金を払ったんで協力してくれることになりました、はい、TMG さんと、うん、あと今回ニュールのスープラに乗る、はい、佐々木選手と一緒に乗る宇部さんっているんですけど、宇部、はい、さんっていう人が会社を向こうで持ってまして、はい、そこのチームともジョイントしますし、はい、なんかその東南アジアもそうですけど、はい、あのレーシングプロジェクト坂東として、はい、世界中のレースを、ね、坂東監督坂東オーナーがですね、はい、経験することによって、はい、なんかちょっとモータースポーツをちょっと盛り上げようかなっていうところを僕なんか見え隠れするんですけど、そういった意味ではニュールを学ぶっていうのは大切な意義になってきます。そうですね、あと、うん、違うんですよ、何年25年ぐらい前に住んでたんで、知ってます坂東。だ僕ねあのサッカー留学してたんですよ。一応向こうと全部やるときも全部ドイツ語できるんですよ、うん、しゃべるのも、ね、だからそれなりに何かあったらそれはドイツ語できるんですよ。ソーセージとか買うぐらいだから、サングラスかけてるから目線分かりませんけど、近藤、はい、監督の方を見てドイツ語の通訳できますよっていうアピールしてます。同じ横浜来たけど車がドイツ語なんで、そうですよね。車にドイツ語されると日本語で喋って帰ってくるんですよね。ミハエル・クルムでしょ、バリバリドイツの名前じゃないですか。あいつ日本にいすぎてドイツ語忘れてるんですか。忘れてるんですよ。だレンタカー借りるのに、うん、車にレンタカー借りに行かせたら、はい、1時間ぐらい帰ってこないんですよ。違う、多分ね、それはね、うん、お前ドイツ語喋れんじゃないのって言っても、うん、大丈夫だよ、僕喋れるからって言って、で、全部帰ってきてリポート、このプロジェクトに入りたかったんやろな。そうそう、ニスモに、まあ、とにかく僕のマネージャーはずっと向こうでやってたんで、はい、ニスモに来るのがリポートだ、近藤の今回こうどうだったレースどうだったって書くのに、はい、最後にあいつが書いたのが近藤のベビーシッターは大変だったって。クルムはね、向こうでのいわゆるコーディネーター的な要素もね、レースも分かってますし、そうそう、あの向こう行ったらやっぱりさすが、みんなクルムクルムって言って、うん、さすがでしたけどね、そういった意味ではやっぱりそういう存在があることが、やっぱり過酷なニュルに対するあの準備でもあるんですか、ね、もちろん、もうだからニュルの話を僕が し始めた頃にはもうクルム絶対抑えなきゃと思って、うん、クルムに話行ったら、いや乗れるかなっていうか、乗れるんじゃない、そっちじゃない、マネージャーだっつって乗り切りましたから、あいつオファーした時は最初は乗るつもりで乗るつもりでいたんですけど、ね、そうじゃないって話、まあ、そういった、まあ、マネジメント的な体制を整えながら、今年のニュール24時間ですけど、どういうふうに戦い抜かれますか。いや、さっき言ったんだけど、うん、うちは本当にもう3年契約、もう全部3年で契約結んでるんで、はい、3年後の24時間、ニュールの24時間に、ね、表彰台を目指せるぐらいの気持ちでいきたい、うん、だ1年目から攻めないわけじゃないけども、はい、今回開幕戦なんか行ってもやっぱり4人抜けたかったんで、もうこれはフォースイントだ、とにかくデータ取りだ、順番にこううまくやっていきたい、うん、ただ僕は向こうの MC チップっていうチームと組んでやってるんだけど、はい、MC チップは近藤と組んでやっぱりラッキーと思ってるわけですよ、まあ、チャンピオンもスーパーフォーメのチャンピオンだし、うん、そうですね、で MC チップはそれニュールでいけるって判断した、今回3人で行ったらシングルいけるじゃないかって言うんだけど、俺は4人連れてきて4人鳴らしたいから、はい、MC チップもいけいけ行きたいんです、マイレース行きたいんだけど、うんうん、うちはこうやっぱりこう順序をよくやりたい、はい、だから今年はニュール24時間に出るまでに3レースやるんですけど、はい、24時間はとにかくドライバーのミスなし、うん、車の故障なし、うん、メカニックのメカミスもなし、
これができればもう100点以上の点数をつけられるなと思ってる、うん、そしたら今年は3年計画に対して1年目として1年目きちっと仕事を役割分担できて完走できれば、そうですね、だからミーティングではもう必ずちょっと余計なことやりそうなやつには、うん、もう分かってる通り1年ずつの契約だからなって言って特にトムには聞きましたね、トムがなかなかファンキーな、あ、僕のメモがよかったら差し上げますあのトムがファンキーなんでね、まあ、そこの走りも注目いただき、辰巳監督11年目の挑戦になりますけれども、今年もやっぱりあのクラス優勝っていうのはしっかり狙っていただけるわけですか。そうですね、まあ、クラス優勝は当然、はい、な当然と怒られちゃうけど、いやもう当然です、ね、それは当然、ね、狙っていくんですけど、はい、やっぱり今までね我々のチームで一番順調にした時で総合が18位っていうのが一番の上位なんですね、うん、で143ラップでそれをですね、まあ、18位ってことは GT3 が50台ぐらい出てるので、まあ、当然 GT3 なんか入ってからだけど、はい、だからそういう GT3 の後ろの方に食いついて、まあ、ちょっとトラブった車を抜いて、まあ、18位を超えたい。であとはですね、やっぱり去年はいろいろトラブルってスバルのファンにがっかりされたところもあったので、やっぱり順調に走り続けるスバル WRX をまあ、ファンの人に、まあ、日本で応援してくれてるファンの方にも含めてね、はい、まあ、スバリストの方々おられますからね、その人たちに、あ、スバル頑張って順調に走ってるなっていう姿を24時間やっぱ続けて見せてやりたいなっていう思いですね、はい、坂東監督どういうふうに24時間戦いますか。いやもうね、ミーティング終わってて、うん、はい、僕らのメカニックの格好は全員忍者で、うん、行くぞって言って外人交えて言ったら、うん、忍者ってどんなんだっていうから、どんどん今、はい、忍者の写真をたくさん送ってですね、多分 J スポーツに映るときはうちらのメカニックは全員忍者の格好してるんで、それはあのそこに注目していただければ、人事でいう佐賀選手みたいな感じになってくるっていうか、違います、違います、忍者メイドインジャパンっていうのを背負って、そういうことですね、うん、はい、ニュル24時間レースってね、もともと本当にあの参加する方々のね、あの1年に1回の祭典で、あれそこでね誰が一番なんだっていうところも要素もありながら、各自動車メーカーがですね自動車の開発のためにどん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 その24時間レースをあの使ってね、車や人材を育成してるっていうところがありますけれども、あのそういったところで、まあ、それぞれチームあの人材育成であるとか、あとまあ世界中のレースを知るとか、そういうところでですね意味合いが違う部分での参戦となりますけれども、日本を背負いながらね参戦されると思います。あのそれぞれあの監督の方々にですね、ファンの方々に最後になりますけれども、一言メッセージいただきたいと思います。まずは、辰巳監督よろしくお願いします。そうですね、あの今ここ3メーカーがいますけど、いろんな例えばホンダさんのファンの方もいると思うんですけど、そういう車もみんなプライベートではいろいろ走ってます、日本車もね。ですからあのスバルだけじゃなくてトヨタだけじゃなくて日産さんだけじゃなくて、みんなを皆さんが応援していただけるとありがたいなと思いますので、まあ、あのとにかくドイツの地でニュルブルクリングで頑張ってきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。近藤監督よろしくお願いします。はい、あの一生懸命やるのも本当に当たり前で頑張るんですけど、面白いニュースをちょっと一言一個、はい、ネタがあって、はい、あのニュール行ったら JP がいたんですよ、はい、うちにいた JP がいたんですよ、はい、それでニュールの24時間に出るらしくて、うん、やっぱりニュールはそれ出るためのライセンスを取らなきゃいけないんで、 そうですね、はい、その前のレースか出なきゃいけないんです。でそのレースを取ってなんかスクールみたいなので勉強もしなきゃいけないんですよ、ニュールの。それに JP が来てて、真面目に生徒で来てたんですよ。で、ピットで JP、あれ JP だと思ってすれ違ったら、あいつ乗る前のヘルメット脱いで、おう、近藤って言ってるんだけど、パッて見たら、フォーラムエンジニアリングのスーツ着てて、お前何やってんだそれとかって言ったら、多分それしかなかったみたいで、はいはいはい、で、フォーラムエンジニアリングのスーツ着て、ニュルに生徒で来てたんですけど、日本での手続きを怠って忘れてて、はい、ライセンスが取れなくなりそうになって、はい、どうしたらいいんだどうしたらいいんだって言って、なんか日産にすごい連絡をして、はい、でなんかやっとギリギリ許可が下りて、はい、取れたっていうね、はい、もう JP らしいエピソードだねもうね、ニュールはね、本当出るためのライセンス取得がものすごく難しくて、そう今日はそんな適当にね、そうそう取れるもん違いますよね。だから高星と杉尾と藤井は去年の夏過ぎぐらいから、まあ、あんまり発表してなかったんで内緒でニュールに行かせてたんですよね、はい、だからまあそういう意味では大変なレースなんだけど、うちはステップバイステップで
あの何年か後にはあのなんかあ最近ニュルで活躍し始めたねって言われるように頑張りますので、はい、よろしくお願いします。楽しみにしたいと思います。最後に言います、坂東監督よろしくお願いします。実は僕が JP 乗せるって言ったらどうしましょう。やめた方がいいって。いやまああの